いはいはい、コナミ。いやー、さきぶりの方はさきぶり、こんばんはの方はこんばんは。ということでね、今日は、この間見たばかりのバイオハザード引き続き2を見ていきたいと思います。ちょっと喉がガラガラしてて申し訳ない。喉がら、喉がらラミー。何もおもろくないしな。ああ、前回のままになっている。ああ、これは大変だ。ちょっとこれはね、配信が終わったら変えます。喉がらラミー、喉がらラミーですね、今日は。ということでね、まあ早速みんな見ていこうで。バイオハザード2吹き替え版2024なんだ、今日は。今日も見るぜ。アポカリプス。師匠お待ちよ。喉がイガイガする。これか、2004アポカリプス、これやな。ちょっとこれメモとこう。ちょっと待って。行くねーな。みんな行くよー。ちょっと、タイマーも20秒になってる。BGM も止めた。ほいで、よし。こっちの画面で、ウォッチパーティーを開始する。ホーストこっちに出てくる。お菓子を用意して明かりを消しましょう。トイレに行きたくなってきた。今で、行くなら今だよ。今しかないよ。それで、1、0。ラミちょっと20秒まで忙しいから。OK です。はい、OK です。で、はい、右上にラミーが映ってると思いますんでね。おーっと、これはバイオハザードマークなのではなかろうか。助かる。説明助かる。助かる。そうね。いやー、もうこれ大変グロかった。非常にグロかった。わお。これみんな、ゾンビ注意。だがしかし、わあ、ネメシス計画。こういうことするから。おお、かっこええな。
だ平和だった頃のラクーンシティ。あら、最高やん。うわー。だがしかし、地下ではこんなことが。これね、前回のラストではもうボロボロになったラクーンシティで終わったからね。今回はそこまでの話なのかな。いやー、やばいの急くない？うわー、うわー、やってることに対してさ、装備が雑魚いんよ。もうちょっとちゃんとしたもの着ないと。あんなビニールのペラペラなもん着てたってしょうがない。大丈夫だ、問題ない。いや、問題しかないわ。わお。あー、これはなんか、危険、あー、これはもうまずい匂いしかしません。事故で済まされる内容か、あれ。すっごい。事故起こすわ、こんな。車のこんなとこに出てたら。何も見えんがな。それしか言えんのか。あ、もう答えない。え、教科書も置いてく。レベルの。あ、保護ね。うわぁ、もうダメだと。ここはもうダメだから、重要人物だけ、ラクーンシティの外に逃がそうっつう話。あ、おーい！うわぁ、最悪な事故だ。大丈夫なの？ああ！ああ、生きてた。うわあ、うわあ、地獄や。終わりのない殺しの共演。何うまいこと言うとんねん。絶対言おうって決めてたんだろうな、あれ。殺しの共演です。かっこいい。あんなもん、逮捕したってしゃあない。びっくり。優しい。
やばい、なんかあのポップコーン食べたくなってきた。そんなもんないけど。ベースブレッドしかないけど。なんだこれ。はっ、これは前回のラスト。目覚めるといつも裸のアリス。血だらけやん。今回は見れなかったから、何言ってんだよ。そんなことばっか考えてんからいけないのよ。そしてもうボロボロよ。街はボロボロ。すまんって、絶対すまんって思ってないやん。あ、結局でもこっから始まるんだな。いや、もうダメだよ。みんな感染してるんだろ。無理だよ、もう。いや、無理ですよ。これでも一応さ、感染済みかどうか、わかるんだよね。ああ、これで。これすごいよな。開発してただけはある。そんな靴履いてっから裸足、もう裸足よ、裸足。あくない。ああ、ああ、無理、それ無理、もう無理でしょ。いや、あくわ、ああ、もう、ああ、でも噛まれた。ああ、もう無理です。ああ、もう無理ですって。噛まれたから。はい、被害感染、被害が増えますよ、これ。こんだけの感染者外に出しちゃったら。もう噛まれてますし。あー怖い。どうするんですか。降りるんですか。は、あ、あー、すごい勇気。うわー、強い。強ー。おーっと、違う映画でも見ていたかのような。強っ。あ、でも大丈夫じゃないですよ。大丈夫じゃないですよ、その人。いや、噛まれてっから。あ、お前
だぞ、感染者。感染者、あ、パパダメです、パパダメです。パパダメです。いや、心配しかないだろう。あー、バカ。何の根拠があって。何の根拠があって大丈夫だって言うてん。終わりました。終了のお知らせです。まあ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 、わかりますよ。そうするしかない。家にお帰りください。何言うとんねん。5秒以内えぐいなー。わわわ、マジで。いやいやいや、打ってくんで。打つ打つで、こいつら、あー、やばい。マジ？いやー、さすがに威嚇か。誰も倒れてないもんね。びっくりした。マジやっちゃったのかと思ったよ。うわー。地獄や。こんなもんだってネズミ残式に増えてくゾンビよ。強いな、でも。すっごい、こんなもんいんの？ちゃんと頭狙って！ちゃんと頭を狙うんだ！いや、予想できるだろう。娘は、マジか。この人の目がね、ちっちゃいな。レンズちっちゃくないか。気になっちゃった。アクセスできなくなってる。
バイオで草、ええやろ、バイオで。あ！おりやん！すっご、そんなことできんの？すんごー！いや、じゃあさっきのやつ、なんだったん？私が行った時にはもう娘さんはどこかにって検索ぐらいしろよ。じゃあすぐだってすぐ見つかるやん。何も調べとらんやん。うわあ、武器の方向。何？どうしたの？あえー、なんかいるー。そんなことしたら、めっちゃ便利やん。誰でも発見できるじゃん、これ。うざいおばちゃん、おばちゃんなの。この人だってニュースキャスターの人でしょ。うわー、紛れてる。どっちもどっち。それな。握手する気なし。うわー、なんか来たけど。悪い予感がするよ。キャラが濃いな。いや、怪しい、怪しいですよ、これ。なんか隠してますよ。この人。このパターン
は自分の家族隠してますね。もうダメになっちゃった自分の家族かくまってませんか、これ。ラミバレーありますよ、これ。ダメですね、これラミバレーでしたね。奥さんですか、妹か。ガウガウ言ってますけど、お宅の妹さん。わーお、まさか餌を。うわー、ゾンビ家族あるある。あーあー、バカ。もうバカオブバカなんだから、そんなことしちゃうの。わーお、もう何してんの。まともな人はおらんのか。そんなもんじゃすぐ破られますよ。あんたもカメラ回してないで、無駄だからそれ。あ、もうなんかリッカーおるでね、リッカー。あ、もうこれお天気お姉さんやられますよ、次。これ次お天気お姉さん。あ、どっちだ？これラミバレどっちだ？男か女か？あ、これお天気やな。あ、バカ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 ！一番やっちゃいけないパターンだって、それ。コナンくんだともうアウトだよ、それ。あー、もうアウトです。あー、一番だったか。こいつか。あ、リッカー目線こう見えてんだ。いや、怖すぎや。うおー！何？何？あー、ベロ長い。あー、なるほどね。リッカーはお目目があんまり良くないから、ベロにあんなトゲトゲついてたんだな。キモすぎるだろう。でも割と見えてる。意外と割と見えてる。熱感知的になんか。あー、もう新鮮なものを食べちゃったから強くなっちゃうよ。リッカーあるある。何？もう二人ともいないんじゃない？あ、まだ平気だったんか、このお姉さんの方は。え？あの、リッカー？
本当に祈った。いや、仕留めるのむずくない。うわーお、おーい、あー痛い。三匹、あーバカバカ餌、バカバカ餌。あなた餌になりますよ真ん中。あー、はい、いるよいるよ、すごい。おめめないない、弾ないない。どうする？うわ、なんか来た。うわーお！そんなかっこいいことある？になる、もしかして。わーお、強すぎー、かっこよー。おーおー、ナイス、天才では。わーお、余裕やん。怪我してましたよ今。強すぎる。わあ、あー、これ死にますね。これは、さっきのあの、セクシー女性ゾンビにやられるわ。あー、もうこれはやられますね。このセクシー女性ゾンビに。いやー、これはもう厳しいだろう。そんなこともできちゃうんですか。いや、大丈夫じゃないだろ、噛まれてたよ。かっこいい、最強の立ち回りじゃないですか。あ、おー、ナイス、どんどん組んで、どんどん組んで。いや、もうダメだよ、もう。こんなんもう。あかんって、街ごと燃やせ。あかん、あかん、もう。判断が早い。いや、もう無理でしょ、ここまで来ちゃったら。生存者の確率何パーさ。博士分析中。いや、無理でしょ。うわー、やだ、こん中でもしかしてパクパクしてんの？あ、そんなことはなかった。
この人。うるさいな。また回してる。あ、やら、え、噛まれたの？え？かっちょいい。いや、どっちもかっこいいな、二人とも。バレンタインさんとアリスさん。で、この人よ。かっこいい、かっこいい。プラス、お天気お姉さん。ついにやられたか。ついにやられましたか、お天気お姉さん。いや、これは、これ無理やろ。ここからも出てくんの。カメラ回してる場合か。いや、もう絶対無理だって。あかん、勝てんて、勝てんて。逃げよう。かっこよ、この二人。いや、お前も最後まで、あと一時間戦い抜くんだ。すごい、前見てない。じゃない、後ろ見てない。割と新しめな、うわぁ、安らかに眠って、うわぁ、安らかに眠ってない。何ですか、それは。歯並びいいな。注目するとこそこか。あれ、これはもしかして、彼じゃないのか？お前、こんなになっちまって。またラミバレ、そんなん、そんなん、ちょっとラミ、わかんないじゃん。違うかもしんないじゃん。わかんないよ。だって、これはメネシス計画で使おうって言って終わったやん。あ、救援物資。救援物資ですか？それとも見捨てに来たんですか？お、これは救援物資感あるぞ。ラストで見た。そんなとこに落とすの？早く早く開けるんだ。開けたもん勝ちだぞ。救援物資ではないの？
ダメです。ここもダメです。スルー。そこスルーすんの。お、なんか嫌な予感するぞ。嫌な予感しかしないぞ。いないぞ。あいつがメネシス計画に使われていた。あ、お？あ、ちゃんとした物資やん。いやもうちょっとその味方くんの一人は普通の怪我なの？それ噛まれたの？どっちなの？いや一個空いとるやん。全部取られてんじゃん。うわー、びっくりした。ほらバカー、やっとかないから、やっとかないからやられることになるんだよ。情をかけるな。噛まれたらもうそいつはゾンビだ。楽しんでんね。ひょーほー、なかなかこの状況楽しんでる人いませんよ。ダメでしょ、そういう人生きてますよ。うわーお、ナイスヘッショ。あ、この人長生きするタイプだな。あ、かっこええやん。ありゃ一体なんだ？ああ！あれやん！しかも武装までしてんの？うわ、怖い。あ、やられんで、やられんで。お前！あ、バカ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 。それはでも正直ずるいやろ。それはずるい。どう考えても。ただでさえ強い。ただでさえ強いのに、なんでロケランなんて持たせた？いや、でもすぐやられるんでしょ？いやもう全然なんともじゃん。何も聞いてない。うわー、いや、そんなの出されて勝てるわけがない。当たらない。当たらないの強すぎる。お前の運どうなっとるんや。なんで？なんだったんだの？一般人だから。一般人には当てないの？そうなの？あなたは味方なの？どうなの？あ、でも、武装してるか
からだ、だめ、あ、あおおおお前なんか変な考え起こすなよ。あ、バカ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 、お前バカだろう。こいつ長生きするな。びっくりした。アリスさん、ちょっと、網の下何も着てないかと思ったら、着てましたね。ちょっとびっくりしちゃって、今。いや、でも正直みんな、あれって思った人いたやろ、絶対。だって肌色なんだもの、下に着てるものが。限界来て出ちゃったやん。おー、なんかでもちょっと偉そうやな。取るな、取るな。ああ、あららららら。かっこいいなぁ。なんかタバコ吸うの。絵になるなぁ。消毒、かっこ、爆破では。あ、え、ら。あらー、ラミバレしちゃいました。ラミバレしちゃいましたね。言うとあなたはもうあと1時間もしたらゾンビですよ。やるだろう、この状況だったら。かっこいい、強い。ラミーが求める強い女性像はここにあったな。どこや？お前はフラグを立て、ああ、バカバカ、もう、ほんとフラグ立てるのがお上手。バカ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 、バレンタイン、バレンタインさん。バレンタインさんやめなさい。何言ってんだお前は。何言ってんだお前は。痛い。撃たれる。
るやん、それ。うわ、すんごいジャンプ力強っ。無理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 。うわぁ、そんだけ飛べんのかい。いやいや、お前も武器なしで来い、武器なしで。そんなに体硬いのに力強。狙われたら。もう、機械になっちゃって。あ、腕か、腕やられたんか。ゴミ箱の耐久力がすごすぎる。いや、まあまあ、確かに。それはそう。あー、指ー！無言。ひぃ！ああ、もうなんか、血の気引くな、今のは。リアルに痛いやつって、ひぃってなるよね。お前かい！よう生きとるな、この人も。びっくりしたよ。いや、お前、記者、記者なんとかせえ。記者、記者なんとかせえ。っていうか、こいつの頭打ってなかったんかい。ちょっと今の、今のはびっくりですよ。ふぅ。それは、見捨てられたんですよ。あ、でもちゃんとみんなを助けようと博士は動いてるんだな、いろんなところで。わーお！お前、お前か。こいつ長生きするタイプだからな。いや、学校のどこにいるのよ。いたとしたって、だって、同級生みんなやられてるでしょ、完全に。わ、わ、わ、ワンワンいますよ、ワンワン。うーわ、これは、ここで二人やられるな。これはバレンタイン以外はちょっとフラグ立ちましたね。ワンワンフラグが。よそし！
そんな、そんな簡単に。スイッチみたいに言うじゃん。うわあ、これ逆に向こうの二人に見つかったとして、生きて出られるんか、娘。ちゃんと言ってる。可愛いけど、そこだと銃の反動が胸に来て苦しいと思うけど。もうちょっと離そう、銃を。一緒にいてくれるんじゃないんかい。結局みんなバラバラなんかい。あと自分の銃持ってきたんかい、結局。やだ、こんなとこやだ。普通に夜入るのも怖いわ。てか、名前呼ぶとかさ、あるじゃん。名前呼ぶとか。なんとかちゃん、なんとかちゃんって。いや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 。いやいや。わあ、ねえ、わかる。思った。知ってた。二重契約。知り合いなんだね。いいじゃん、二重契約だろうが何だろうが、確率が上がればそれだけいい。みんなで一緒に出ればいいんだから。この人偉いなぁ。絶対怖いだろうに。そこで構えたら、危ないって。うわぁ、子供の、きっついわ。おぉ、怖いよね。この子は違うよ、絶対。あ、アンジェラじゃないです、その子。やめなさい、やめなさい。あ、やられたか。いや、まあ、生きて帰れるとは思ってはいなかったけれども、子供たちの餌になってしまったか。こんなとこにさ、隠れてられるんか、普通に。おーっと、彼女って、彼女いつ誰、ああ。アンジェラ、冷静だな。冷静すぎるアンジェラ。事故に遭ってからのこの冷静さ。え？アンジェ！アンジ、肝据わりすぎ。なんでこの子こんな冷静なの、ほんと。うわぁ！え？どうすんの？え、おぉ！おぉ！おぉ！すっごい強い！エイム神！かっこいい！うわー！
訳が違うわ。いやー、かっこいい。あれー、おーい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 、ラリーがかっこいいやつ見つけたと思ったらやられるんか、お前。嘘やろ。なんでだよ。くそー、かっこつけるとダメなのか、やっぱり。チェックメイトだったな、結局のところは。でも最後かっこよかったやん。ここは任せて。犬に食べられるの分かってたのに。かっこよかった。イケメンだったな、最後まで。一瞬だったけど、出てきたの。悲鳴人、おお、すごい。あ、焼くの、焼くの。あ、バーンするんですか、バーンするんですね。え、フライパーン。あ、出た。いいですね、後ろ。うわ、大丈夫か、大丈夫か、間に合うか。うきだけど、うわ、かっこ悪い。かっこいい。ついよ。もういろいろ、なんかいろいろなこと起きすぎ。絶対死にかけるな、これ。この、え？マジ？うわー、そんなに撃たれまくってんの？おい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 、なるほどな。泣いとるやん、パパ。せやな、うん、パパは悪くない。カッコつけたから。お前噛まれとったんか。
そうだよ、ワクチンがあるもん。めっちゃついてる。え、奪うの？この子強すぎでしょ。いやー、やめとけ、ヘディは。接続エラー、あ、もうあかんね、これは。うわっ、うわっ、怖っ。うわ、なんか高速具みたいの持ってる。バイオグッバイよ。いや、うまいだろ、今のは。すごいなぁ。いや、わかんないよ、でも。ガブってかじってみたら。ガブってかじってみたら映るかもしれない。ちゃんと使う。おっと、これは。最初の説明に戻った。オープニング。このヘリ何用なんだろう、そもそも。じゃあ。手薄って誰か言った？どこが手薄やねん。めっちゃゴリゴリに人いるけど。え、まさか、ボキってやっちゃうんですか？と思ったら倒すだけやった。ああ、もう弱い奴がやることだよ、それ。ああ、そりゃいるよね、スナイパー。ああ、やばい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 。危っ。おっと？うわあ、マジで？はあ、かっこよー！何それ？何それ？かっこよすぎー！では、どうすんのそれ。どうする気？うわあ！そんな上から人が降ってくるなんて聞いてないよ。うわあ、ナイフ！あ、いや、危ない！すごいけど、ヘルメットグーパンですけど。うわお！すごい！あ、お腹刺されました、今。痛い。あー、お、強すぎ。強すぎる！待って、誰が運転すんの？このヘリ。運転できる人いるんですよね。もちろんのことながら。
強すぎる。説明書読むの。すっご手薄だったわ。あー強出たその投げナイフかっこよ。おいや、ダメだ、かっこいいこと言うと死ぬんだってバカ。かっこいいこと言ったらダメ。あかんて。ラミーちゃんの指示は当てにならないからな。うるさいわ。フラッシュバックが。あー、来てます、来てます、来てます。あいつが乗るヘリだったの、やばくない？は、嘘やろ。よかった、ここはよかった。うわあ、眩しい。すごい命令聞く。うわぁ、うわぁ、最低だな。無理やろ、これ。無理だし、なんでこの二人が戦わなければ、あー、うわ、武器使うのなしっていう話はなかったか。痛い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 。なに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 。おお、お前も武器を持って戦えと。
気づいてなかったんか。お前そんなもん知るかいと。お前を解放してやるよ。お腹が鳴った。すいません。お腹が。ああ。ああ。まさかお前。すいません、これを見てお腹が空いたわけじゃないんです。普通にお腹が空いただけなんです。そんな趣味はないです。ああ、やだ、ダメだよ。ダメだ、ああ。お前、まさか記憶が。絶対墜落する。あそこら辺のやつ、ヘリ。墜落しますよ。大丈夫か？
お前置いてけ、こいつ。普通にこいつ置いてけ。落とせ。あー、パパ、パパ。うわー、うわー、もう最悪。え、パパ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 ゾンビ、パパゾンビ。パパゾンビに噛まれるんか、まさか最初に。いや、もうお前はどうにもならんて。わかってるやろ。俺はもう5分後には爆破もされるし。あー、その道を選ぶんですか。あー、残念でしたー。あー、パパ、はい。ほら、因果応報、これっすよ。因果応報なんですよ。これが、悪いことをやったやつには悪いことが返ってくるんですよ。ただ、パパの死は、パパの死は、なくてもよかった。そこは、ちょっと、ラミー、星、マイナス1です。あそこで死ぬ必要はあったのでしょうか。足とか打たれるぐらいじゃダメだったんでしょうか。あー、グッバイ。うわー、うわー、すごい。わー、これは落ちるのでは。あ、あ、あ、え、うえ、うえ、しかも墜落するんですか。もう地獄ですね。こりゃあ、刺さる、墜落する。なんもいいことないやん。ラクーンシティの郊外なのか、でもここは。うわぁ、誰が亡くなったのよ、それ。それ誰？それ誰？それは誰？これは、ここで。偽造ビデオ。うわー。感謝の意だと。うわあ、最悪や、これ。そんなことある？娘ちゃんはどうなったん？これアリス、こんなことにされてんの？
そしてまだ裸。そう。やっぱり裸。いつも裸。裸に始まり裸で終わる。あー、やめなさいやめなさい、見えたとか言うのやめなさい。すごいな回復力。お腹にめっちゃ刺さってたよ。だってこわー、触らんといてっつって、そして誰やねん。用意したれ。そんなそんな、え、そんな、あ、赤ちゃん知能なの？びっくりした。あ、やられるで。すごい早い。うわー怖い。さっきまで赤ちゃんだったのに。あ、おお、いてててて、痛いの、痛くないの。うわー逆に、痛い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 。ブーメラン。常に裸だな、ほんと。最初と最後裸じゃないと済まないのか。アリスそんなことができるようになっちゃったんですか？怖っ、もう。こんなのもう、さすがに人として認められませんよ。え、エロすぎてあんな出ちゃったの、血が。最強やん。最強のセクシー美人やん。はぁ！これどうなってんの？どういうこと？保護されるの？味方のふり？味方、どういうこと？だってこの人たちめっちゃテレビに顔出てたから、さすがにわかるやろ。テレビでめちゃめちゃ指名手配されてたやん。
さっきのもう、セクシー攻撃でやればいいじゃん。え？通すんですか？うわ、今度はアリス計画になりました。うわ、どうなってしまうんだ。そしてあんな墜落事故にもかかわらず3人ともほぼ無傷という、すごすぎるだろう。女の子に至っては車の事故を乗り越え、からのヘリからの墜落事故を乗り越え、無傷という奇跡的な頑丈な子供ですよ、お子さん。まあ、最後守ってたけどね、アイリスが守って、ドゥーンってやられたけど、あ、女の子も T ウイルスが入ってるから、いや、それにしても他の二人はじゃあ、他の二人は単純に体が頑丈だからか。男の方はでも一回噛まれてからっていうのはあんのかな？噛まれて、噛まれてワクチン打ったからとか説。いや、これはでもあれだね。また次が気になるね。プロテイン飲んでるから。プロテインってすごいな。そう、ラミーもね、そういえばね、筋トレグッズをですね、買いました。筋肉は裏切らないということでね、ラミーも、このたまりに溜まった脂肪を筋肉に変えていきますよ。そして、いつの日かアリスのように強くなる。何買ったの？なんか、ラミーね、そう、整体に行ってるんだけど、整体でね、骨盤の歪みからやはり、いろんな不調が来てると言われたので、骨盤筋トレとかで検索したら出てきた、なんかね、足の間に挟んで、なんか、内ももの筋肉を鍛えるやつ、おっと？副作用怖い！ C パートありましたな、今。副作用怖すぎる。副作用。いや、まあでもね、正しく使えば、あの女の子のように、まあだって松葉杖で歩いてた子が運動能力回復して、普通に歩いて運動できるようになるまでになるというね。扱うのは命そのもの。ただし副作用がある場合があります。何一つ嘘をついていないというね。いや、まあ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 、嘘はついてないけれども、もうちょっと掘り下げて喋らないと、ちょっとね、危険な目に遭いますよと。運が悪いとゾンビになるだけだから。いやー、でも面白かったね。なんか割とそのゲームとかでさ、ちょっとまあ知ってる部分はあったりもしたけど、普通に映画として見ると、めちゃめちゃ面白い。はよ3が見たい。アリス編。すぐ見なきゃまた。すぐ見なきゃ。次は明日？次いつ見るか。早い時間から見て、2本連続で見るのもありこない？なんかちょっと、お酒とか飲みつつみたいな。3、4連続で見る的な。それもありだな。ラミーがお腹いっぱいだと、お腹いっぱいな時に。
かね、1時間半、映画1時間半だからさ、結構短いんだよね。そう。いや、まあまあ、でもね、まあまあ、でもちょっとわかりません。とりあえず、また近々3を見ましょう。みんなで。4と5の方がいい。あ、そうなんだ。まあ、一個ずつね、ちまちま一緒に見ていくのも楽しいし。ポップコーン、そう、買わないといけないし。ラミーはちょっとお腹空いたし。いやー、早く見たいなー、そう。1時間半って結構短いけどさ。まさに、ラミーがたまに言う、1時間半でこの満足度がめちゃめちゃ高い映画って、こういうやつよな。このなんか、ぎっちり詰まっててさ、うわー、おもろかった、次気になるー、みたいな。最近の映画結構ね、長かったりとかするんだよね。2時間、半とかあるやつもあったりするけど、1時間半って割と短い方だけど、いやー面白かったわー。いやー、なんかこれも見終わったらちょっとバイオハザードなんか寂しくなっちゃうな。ゲームやるかな、そしたら。これ映画見終わったらゲームをやるみたいな、バイオをやっていくという、それはそれでまた面白いかもしれない。ラミーアリスになる。もうすぐ4が出る。3DCG の映画見ないの？見たことあるんだよね、ラミー。そう。3DCG の方の映画、見たことあって。ま、でも別に、もう一回見てもいいけど。そう。あ、ゲームにアリスいないんか。ま、でもちょっと、とりあえず映画見てこう、みんな。いやーって今言ってる。今、あれだな。ラミーの声しか聞いてない人は何いきなりラミー叫び始めてんだって思ってるかもしれない。シャウトしてたな。いやー面白かったなー。やっぱー、いいなー、こういう、バチバチのバトル系って、楽しい。ということでね、おしょ。はい、BGM も戻ってまいりました。よし、ちょことで、今日も、まあ、メンゲン待ち合わせに続き、映画ということでね、映画からの方は、映画からだけれども。また、近々、3を見ましょう。で、3を見る前にはまた待ち合わせするから、ちょっと、メンゲ入ってない方はぜひぜひメンゲに入ってラミーとの待ち合わせ雑談も楽しんでもらえるとと思います。そしたらね、今日もね、もう12時になりますので、花の金曜日の夜一緒にね映画見てくれてありがたい。また明日は多分何かやるので、ちょっと喉の調子踏まえね、見つつ、なんか、やろうと思います。それでは、みんな、おつらみー！おやすみなさーい！いやー、ラミーも、ちょっとやっぱ強くなりたいな。強くなって。いやー、でもダメだよ。ラミー多分あれなんだよなー、多分。めっちゃ強くなったら、めっちゃいいセリフ吐いて、終わるタイプ。チェックメイトタイプだからダメか。ということで、おやすみ。